おはようございます。ここはですね、高知県沖ノ島です。またですね、心震える女方の出会いを求めてですね、やってきました。で、季節は今4月ですね。ちょうど、半夜釣りっていうか夕釣りっていうかね、夕方までやれる時なんですよね。で、ちょうど、冬場から春に向かってこう海が変わってくる中で、やっぱりこれ4月5月とかっていうのは一つの大きなチャンスにはなるんですよね。で、ただ潮もある、天候もある、いろんな条件が重なってくるんで、なかなか思うようにはいかないと思いますね。でもチャンスはあるので、しっかり3日間夢を持って沖ノ島で釣りをしたいと思います。お願いします。よっしゃ。わあ、なんかヤソロがいっぱいいますね。結構下の方に見えますね。浮き下が合わないとこれは当たりが出ないかな。今日は3日間の予定の初日なんですけどね、天候がちょっと風がですね、今日から明日にかけて南東です。南側が全部アウトなんで、北側の磯に上げてもらってます。それでも回り込んだ風が正面から吹いてくる感じですもんね。ほほほほおー、まあ、あー、これはこせとこせと、危な、危ね、こっついの来たぞ、いきなり強いやつが。おいおい、あー、こせとるこせとる、やめてくれやめてくれ。外へ出へんな。ああ。よっしゃ、よっしゃ。いきなりですね、強いやつの挨拶が。おいで。おい。馴染む前に食いましたもんね。三の字、ニザダイです。強い子ですね。強い子。水温が上がってきて魚たちが元気ですね、これ。いきなりいい引きでしたよ。ほはははまるれ、ういん、おー、引くな。あんまり巻くなよ。これ引きが違うな、グレーやな、これ。おお。棚がね、結構出てるんでね。お、いいサイズですよ、これ。あったぞ。よーし。見えなかったですけどね、あまりに伊豆炭とか山の人が浅い棚に多いんで、中にグレーが上がってきてるんですね。おー、立派立派、40ありますよ。やったー。ほら、いい当たりでしたよ。ちょっとある意味グレーっぽくないぐらいね、プシャーっていきましたもんね。ありました。今使ってるタックルですね、竿が 1.55、 5.3m、 極小です。極小の 1.5、 5.3。 オナガバではないんですけどね、ただいろんな魚がいるっていうのと、まあ、口元だけだったら 1.2 でも楽しめるかなとは思うんですけどね。やっぱり違う強いやつもいるので、ちょ、 1.55の53ですね。リールがビーベックステクニウムのスットブレーキタイプ2500ですね。道糸はね 2.25、 いい魚がいるんで、強いんでね、これで足りなければもっと上げてもいいなっていうぐらいですよね。ハリスは 2.5 です。ちょっと強め強め、針はグレバレの7で、巻き巻いてすぐに魚がね、姿が見えたんで、そうなるともう基本的に浮き下はそんなに深くならないんで、一色半のほぼ固定、00重りなし、これでスタートしてます。
最初作った仕掛け、竿一本弱のハリス2キロ半とか長めやったんですけどね、巻き撒いてすぐ魚が上がってきたので1キロ半まで一気に浅くしたらヒットしましたもんね。口部と尾長は関係なくやっぱり浮き下は大事ですね。特に魚が見えるときは当たりそうやもんな、何かが。ここにほんの少し小さなさらしが右下に出るんですけど、右の足元から左前へちょろっと、これですね、このちっちゃなさらしの先端に、先端は仕掛けが止まってくれるんで、そこちょっと今使ってるんですけどね、ここですね。これ以上は中へ押されないんで、風が吹いてもですね、さらしがこう前へ押す力があるんで、あそこは止まりますよね。こういうの見つけたら使いたいですよね。おお、おお、壁伝いによう走る。おお、これもグレー、グレーです。いいですね。あ、これもいい体してるな。さすがの魚影ですね。ありがとう。おっしゃー、いろんな魚がかかりながらでもグレーもこうやってしっかりね、いい魚が混じってくれるんで、いいグレー、いいグレーです。磯は二並び東の花の高場です。実は今日は本当は、僕たちこういうの磯回りがあってですね、初日で午前中姫島の方でやって、で昼から本当は三ノ瀬回りのはずなんですよね。でも南の風が強くて、ちょっと南の憂いもあってと行くところも限られている状況なんですけど、今日たまたまこの二並び回りの船の方のお客さんが少なかったみたい で船長から空いてるぞと、行くかと言っていただいて、菊場も空いてる状態なんですけどね、とりあえず風は向かい風で強いんですけど、やってみようということで、ちょっと足場高いから風にはちょっとね難しくなるんですけど、高場に乗れました。やっぱりこうこっち向き釣るんですけど、やっぱりね正面から南東方向から時折強い風がこう来るんで、でもねワンチャンスでいいんですよ。うまく仕掛け入れられないとか、マーケット合わせられないとか、道糸のメンディングができないとかいうことはもう毎頭のように訪れると思うんですけどね。でもどっかで一発ハマってくれればいいっていう考え方でね、ちょっと夕方までしっかりやりきりたいと思います。グレーですね、あれは。あ、消えた。あ、出た。よし、とりあえず負けに反応してくれる魚が確認できましたね。ちょっと見づらいけど、あー、おる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 、ちょっとホッとするね。嬉しいね、嬉しいですよ。シーズンと思ってきてもやっぱり潮とかの加減で全く見えない時もあるんで、叶えたいのはこうやっぱり見えてる魚をかけれるようになりたいっていうのが一番なんで、そういう意味でも嬉しいですね。お願いします。ちょっと難しいかな、これは。わあ、これ当たり見づらいかもしれん、細かいやつは。うわ、もうない。
ちょうどあの向かい風とそれに作られてる海面の流れと南のちょっとした波のさらしとかぶつかるところがちょうどあの辺りなんですよね。下へ入るのがすごく早いです。マキエサも見えないな。うん。おい。ちょびっとだけ違和感が出ましたね。違和感が。おう、お長ですね。ありがとうございます。届くか。ギリギリでしょう。うん。よっしゃ。入った。おお。まだ潮がちょっと低いんでね、とりあえずお腹の姿見えますよ。これでちょっと見づらいですけどね、ちょっと違和感出ましたね。お、でもまあまあの45はあるんじゃないですかね。ほら、あー、ここらしいお腹ですね。とりあえず会えましたね、お腹にね。綺麗な、ね、仕掛け変えて1投目でしたね。ちょっとした違和感が出たんですよね。ちょっとした違和感やったんですけど、おお、ね、いい形の、ほら、まずとりあえずね、嬉しい1匹。今握ってる竿はですね、ファイアブラッドオナガのグランドブレーカーですね。2号の 5.3 です。もう少し風弱ければね、5メーターでもいいんですけどね、ちょっと上がった時から潮が低いっていうのと向かい風が強いんで、海面まで遠いからですね、少しでも長めのものをということで 5.3 です。リールガーテクニウムストブレーキ C3000 ですね。にミチートが3号、ハリスも3号です。針が、グレバレの8号です。ちょっと大きめですよね。杭の良し悪しがわからない状態なんで、ちょっと大きめからで釣り始めた時はですね、まあ、チラチラ見えたり見えなかったり全く見えなかったりで、そんなに浅くはないという感じでスタートして、00で浮き重りなしからで、1広半ぐらいで、こうちょうど向かい風で南からの風が来て、海面の流れも風に押されてですね、当て潮になってます。で、当たってこの磯に跳ね返ったさらし、そんなに大きくないんで、さらしとがぶつかり合って入るところがあってですね、そこが早いんですよ、かなりね。で、軽い仕掛けで最初やったんですけど、入りかけたら一気に入って、入りすぎるから途中のあたりがまず取れないで、浮き下管理ができないっていうことで、で少しずつ浮力を上げていったんですね。でも G5 ぐらいまで上げていってもまだ入るのが早すぎて、でたまに餌触られてるんですけど、当たりとして取れないので、でさっき浮きを B に変えて、で G4 の重りだけ打ってます。で普通ならプカッと浮いてる仕掛けなんですけど、今日の今の海だったらそれでも入っていくような、ただ軽い仕掛けで重りなしで入っていくスピードよりは余力残してるんでですね、ゆっくり入る、それで少しの違和感で今合わせてお腹が釣れたっていうところですね。でこの B の浮きで入りがまだ早ければ、重りをどんどん抜いていって、でも完全に浮かすと多分この集まって入っていく巻きと動きが違いすぎると、やっぱり触らせることができないと思うんで、
そこをちょっとバランス取りながらやっていきたいと思います。今ちょっと見えてきましたけど、この中で魚は見えてきたんで、よっしゃ、まあ、巻きたくないですよね。外れなよ、外れなよ、うん、いっぱいいっぱい、よっしゃ、よっしゃ、うえ、ちょっとサイズアップしたと思いますよ、よっしゃ、あ、いいですね、よっしゃ。うまくはまればね、やっぱああいうふうに当たりがね、出したりするんですよね。いい感じだと思います。仕掛け変えてから急に展開変わってるんで。でこの魚ですよ、太い、おお、やっぱりこの形ですよね、すごい、ほら見てくださいこれ、うわ、見てくださいこれ、ほら太い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 、ちょっとだけね、飲んでますもんね。おー、やったー。やっぱこれにね、会いたくてですよ。ほら。抜くサイズは、抜くのは無理やから、うぅ、波上がってくれ、うぇ、よし、いいとこかかってますよ、しぶと、ちょっと脱いだ赤いやつでしたねタックルが強いのと、ちょっと僕のスイッチが入ってるんででかかったです。これ一緒に何匹かいるんですよね。中に何匹かだけたまに浅いところにゴンと上がってきてるやつが見えるので、これ狙いでいきます。そこまで上がってくるやつが数が少ないからですね、ちょっと絞らなかったんですけど、もしかしたら数少ないけどその個体の方が当てやすいかもしれないんで、さらに50センチぐらい浅くします。おろ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 、何匹か、縦に来い縦に来い、うわ、いけんかった。
し当たりや、うん、スピードがないぞ。でかい口元やろうか。重たい両肩口太ですね40後半ぐらいですかね。おーら、いいサイズですね。始まった。あ、外れた。外れたんかな、切れたんかな。疲れてるわ。今のはミスったな。ちょっと一瞬角度悪くなったんですよね。我慢できなかった。初日が終了です。なんとかで、ね、このねらしいお腹には会えましたよね。一時こう潮も良かったんでしょうしね。で僕の仕掛けも結構合ってたと思うんですよね。だから当たり出せたりして、ただ夕方になるにつれてちょっと潮向き変わったり風の角度がちょっと変わったりして合わなくなって、でやっぱ一率落ちたり突然見えないところで来たりしてやられたりとかですね、まあ、いろんな短時間ですけどね、いろんなことがあった初日の午後でしたね。でも明日に必ずつながるんで、また明日夢を追いたいと思います。